文徳天皇は、日本の第55代天皇、忌み川道康、田村帝とも、人名天皇の第一王子。母は、左大臣、藤原冬継ぎの娘、皇太后、純子。上和九年、上和の変で皇太子、常貞親新が敗されると、変の解決に、皇のあった王子、藤原義久にも押されて、代わりに立大使し、 嘉唱3年3月19日、人名天皇の上位により戦争。こうした経緯も含め、藤原義夫は、人氏明朝期頃から次第に権勢を強めた。文徳天皇が、東宮の頃に、義夫の娘、秋子が受代しており、ちょうど天皇即位の年の3月に第四、三子を産んだ。これ人新王は11月に、生後8ヶ月で3人の兄を押しのけ立大使した。 天皇は皇位、騎士子諸政の第一王子、これ高親皇を生愛し期待したが、吉封の圧力でこれ人を皇太子とせざるを得なかった。しかしその後も、天皇と吉封の暗闘は続き、吉封の圧力の前に大代理の東部にある、東宮宮尾院や、佐賀上皇の御院だった霊前院などに居住して、ついに一度も、大理政令を居住の間として、生活を送ることはなかった。 また、天皇自身も病弱で朝廷の会議や設営に出ることも少なかった。旧世紀後半における石棺政治や尋常の成立など、朝廷の政務における天皇の不在化の原因を、文徳天皇期の天皇不在が影響しているとする説もある。やがて天皇はこれたか新王の立大使を条件に、これひと新皇への上位を図るが、 これたか新能の身に危機が及ぶことを恐れた、左大臣、原神の還元で取り留めとなった。かかる状況下で、天安2年8月に、突然の病で急死する。高332。通説では、死因は、脳卒中と言われているが、歴史学者の彦湯和田は、あまりの病状の急変から藤原義房による暗殺説を唱えている。六国史の第五として、 文徳一代の知性を記録した日本文徳天皇実録が編纂されている。御両の在所によって別名を田村三角とも言う。両は宮内庁により京都府京都市右京区渦政三尾町にある田村両に事情されている。宮内庁上の形式は延急遺跡名は渦政三尾古墳。中世以降、両の所在地は全く不明となっており、江戸時代には、 天皇の森古墳が候補とされていた。幕末の谷森義富の否定に従い、現在宮内庁によって、京都市京区渦正三部町に領墓が定められているが、これは横穴式石室を持つ古墳時代後期と見られる演墳であり、平安時代の領墓としては不適当と考えられている。また皇居では、九中三殿の一つ高齢殿において、他の歴代天皇、皇族ともに、 天皇の霊が祀られている。ありがとうございます。